になったら、バナナとね、いよいよ川の中でもやりきったよ。誰かがどこかで楽しそうに笑う、それに合わせればみんなキープオンダンシング。誰かがどこかで涙流してる、そんな時は集まろう。日食の時間を割り出すには太陽と月の間の楕円軌道を計算すればよいのだから、して、わかった。とうとうわかったぞ。自分で言うのもなんじゃが、やっぱりわしゃ天才だろ。この島で一番優秀な、いやいや、この広い宇宙でも一番優秀な天才ザルじゃ。どうしたのクランキーご機嫌じゃ。美味しいもんでも食べた？日食がいつ起こるか突き止めたんじゃよ。日食がかっこいい。何それ知らんのか。太陽が月の影に隠れてしまう現象じゃよ。おかげで昼間でも辺りが暗くなるのよね。その通り。その日食が4日後の午後3時半に起こることが分かったんじゃ。4日後って言ったらドンキに挑戦の試合がある日じゃん。今年はオイラも出場しようかな。暗くなった瞬間にキックすれば一発ぐらい当てられるかも。でもどうして毎年こんな日があるのクランキー？無論ドンキを試すためじゃよ。あやつが本当に未来の王にふさわしいかどうかを挑戦者と戦わせて試すんじゃ。それじゃあもし試合に負けたらドンキーは未来の王様にはなれないってこと？そういうことじゃ。ふん、ドンキーは島で一番大きくて強い猿なんだよ。挑戦しようとするやつなんかいるわけないじゃん。じゃあな、最近のあやつは毎日食ってばっかりでトレーニングを怠けとるからの。よーし、これで157本食べたぞ。さーて、158本目の美味しそうなバナナや。やっとお主とわしの二人っきりになれたな。ああ、そんな、どうかお許しください、お代官様。ならぬ、バナナよ、お主はなぜそんなに美味しそうなのだ。わしが一口で食うてやる喜ぶがよい。一人で何ブツブツ言ってんの。時代劇の見過ぎだよ。やあディディ、ちょうど今バナナの大食い記録を更新するとこなんだ。じゃあそれ158本目のバナナ。ああ、じゃあ食べるから応援してね。わかった、成功祈ってるよ。158本目に挑戦。新記録達成だ。やったねそれはそうとさ、クランキーが試合に備えてトレーニングしとけって言ってたよ。なんで？僕は島で一番強い猿だよ。トレーニングなんかする必要ないよそれもそうだよね。挑戦者もきっといないしいつまでグズグズしてやがんだ。クランちゃん、早く明かりをつけろ。何をどうしたら明かりがつくんでしたっけ。ブレーカーのレバーを上に上げりゃいいんだよ。おお、明るか。わあ、あったよい、よかったですね。キョロキョロしてないでこっちを向け、クラッシャー。クランプもだ。これから俺様が重大発表をする。聞き逃すではないぞ。実はだ、島を代表する悪党、このグレートなキングクルール様は今日限りクリスタルココナッツを盗み出すのは諦めることにした。頭で持ったんですか。諦めるだなんて強情なんでしょ。まあ慌てるな、ココナッツ時代を諦めたわけではないわ。苦労してココナッツを盗み出さなくとも正々堂々と手に入れる方法があることに俺様は気づいたのだ。
4日後に開かれるドンキーに挑戦に出場し、ドンキーを倒せばよいのだよ。そりゃ倒せばいいですけど、負けるに決まってますよ。俺より弱いじゃん。バカ！俺様がドンキーと戦うわけないだろう。じゃあ一体誰に戦わせるつもりなんです？まさかあいつに。重要そう。火山も洪水も何のそのサメに襲われても平気だった。竜巻の尻尾に捕まって雪崩より早く山を降りてきた。私はカンフーの達人コンフーである。強いぞ怖いぞ怪我するぞ。はっ、けいじゃダメダメ、頭が悪けりゃ役立たず。師匠の教えに従って修行を重ねてきた私である。素敵、最高、かっこいい、もうしびれちゃう。私はカンフーの達人コンフーである。強いぞ怖いぞ怪我するぞ。私はカンフーの達人コンフーである。強いぞ怖いぞ怪我するぞ。このコンフーが味方となった今、俺様の勝利はもう決まったようなもんだ。コンフーよドンキーを倒しココナッツを手に入れるのだ。ドンキーどうしたの？さっきからお腹がキリキリ痛むんだ。運動した後は体が痛むもんじゃ。違うよ、食べ過ぎでお腹壊しちゃったんだ。バナナの大食い記録を更新したんだ。なんじゃと？トレーニングをせんでバナナを食べとったのか。いっぱい食べれば力がつくかと思って。バナナを食べるだけで力持ちになれるんならみんななっとるわ。試合に勝ちたきゃ地道にトレーニングして体を鍛えるんじゃ。けど今まで僕に挑戦したやつなんて一人もいないじゃん。落とすはいるよ。興奮が出るの？その通り。ほんじゃ試合すんの？心配しなくていいってば。それ最近トレーニングしてなかったけど、筋肉はモリモリだよ。ほらこの通り。あった、これこれ。この公式ルールブックによると3種類の試合を行うとある。それじゃ3回も勝たなきゃいけないの？そうは言うとらんわ。3つの試合のうち2つに勝てばええんじゃ。まず1つ目が強さを競う力比べ、2つ目が知恵を競う頭比べ。三つ目は何？心の美しさを競う心比べじゃ。わしら三人がコーチになってトレーニングに付き合ってやるか。それじゃあ一人一つずつ受け持ってコーチしてあげましょう。おお、そりゃええ考えじゃの。じゃあキャンディーは心のコーチをしてくれ。わしは頭のコーチで、リリーは力のコーチじゃ。グルル様、確かに私はコンフーのトレーニングに協力すると申しましたが、これはどういう。黙れ、静かにせんか。コンフーが精神統一をしておるのだ。邪魔するな。あいやほらちょあすんばらしい、すんばらしいキックとチョップでやったぞ、コンフー。全身にみなぎる力強さ、素早い身のこなし、そしてその正確さ。お前ならきっとドンキーを倒せるであろう。いや、体が持ちません。33、34、35、
すごいじゃんドンキ、今朝は両手で持ち上げるのもやっとだったのにかっこいい。ちょっと本気出せばこんなもんさ。やっぱり僕は島一番の力持ち、未来の王様にふさわしい男だろと思ったけど勘違いだったみたい。その樽空っぽだよドンキ。どうにかいいと思った。あーダメだこりゃ、こんなんじゃ力比べに勝てるわけないじゃん。力比べじゃ負けるかもしれないけど、試合はこれだけじゃないんでしょ。あ、そうか、頭比べでならドンキが勝てるかもしれないね。そうだよディディ、頭比べでなら勝てるかも。全然自信ないんだけど。ではこれよりもう一つの試合、頭比べに備えたトレーニングを行う。助かった、もうダメ。ここにどこぞの天才猿が書いた謎々の本がある。この本の中から俺様が問題を出すから速やかに答え。ふっふっ、うんうん。金は金でもみんなに嫌われる嫌な金ってなんだ。だ、わかりました。それはあなた、うるさくてしつこい金魚けらり様です。うん、答えはバイキン。うはは、正解だ。私がその本書いたんである。それじゃ始めるぞ。まずは簡単な問題からじゃ。いくら取っても減らないものは何だ。わかんない、何？じっと頭をひねって考えか。諦めるのが早すぎるわ。わかった、考えるよ。いくら取っても減らないものでしょ。バナナへのバナナかな、それともクランキーの冷蔵庫に入ってるバナナかな。バナナのことは忘れろ、正解は写真だ。ああ、どうして？やれやれ、こんな簡単な問題も答えられんよ。じゃあのコンフに勝てるわけがないわ。大丈夫だよ、コンフも分かんないかもしれないじゃん。ふぅ、おぉ。電子とは負の電気を持つ素粒子で原子核の周囲を回っており、その質量は原子核の約1800分の1と言われているである。我々の体も摩擦によって静電気と呼ばれる電気を帯びるであるが、これは物や人に触ることで放出されるである。人に触ってビリッとしびれることがあるであろう。これがそうである。あ、素晴らしい、なんという知識だ。お主なら頭比べでも絶対に勝てる。あのバカ猿に負けるわけがない。強くて頭もいいけど性格は悪そうですよ。そう、私性格悪い。もし本当に性格が悪ければ、試合に勝ってココナッツを俺様に差し出すとは言わなかったはずであろう。だがお前は俺様のために戦うと誓った。それだけで十分性格いいではないか、俺様にとってはな。諸君、勝利を目前に控えた今、我が軍隊を再編成することにした。つまりクランプとクラッシャーはさよなら。今日からコンフーに将軍とボディーガードの一人二役を務めてもらう。ボディーガードは大勢いた方がいいですよ。たった一人じゃそのバカでかい体は守れませんって。それより入り口にはガードマンを一人ぐらい置いとけば。これはこれは、よう来たのう小猿。降参して家来になりに来たのか。まさか忠告しに来てやったんだ。忠告？そうとも、ドンキーが必殺技を編み出したんだ。あれを食らったら二度と立ち上がれないよ。いいかい、悪いことは言わないからさ。ドンキーに挑戦しようなんてバカなことはやめたらどうかな。やめなよ。何がおかしいんだよ。それじゃあ試合の日にちを延期してあげるよ。そうだな、1年くらい、その間に修行を積んで出直してくれば。ああ、そうかい、それじゃ好きにしなよ。せっかく人が親切に言ってやったのに、怪我しても知らないからな。気の毒だが、怪我するのはドンキーコングの方であろう。ドンキーに伝えておけ、私の必殺カンフーショップを受けて無傷で済んだ者は今までただの一人も。ママ怖いよ怖いよ、ママ。クラップ、泣くなみっともない。え、私じゃありませんよ、アブン・クラッシャーかと。うん、違うよ、俺泣いてない。じゃあ誰だ。この男である。何？でたらめ言うな！私は泣いたりしてないぞ！それにこやつはあの小猿を取り逃がしたである。小猿など放っておけ、そろそろ試合会場に行くぞ。今日こそドンキーのやつをギッタギタにしてやっかんな。ドンキー、いいことが分かったんだ、聞いて。
今日の試合絶対負けるよ。だからコンフに勝つ方法思いついたんだってば。本当？なあ、ありがとう。ジジ助かったよ。君って本当に頼りになるよ。おいらはお前の相棒だもん、当然だろ。それで一体どうしたら勝ってるわけ？簡単だよ。クランキーとキャンディーに時間稼ぎをしてもらって。試合の前にこんなショーがあるなんて聞いてないである。いつまで驚きである。まあ待って、おいてめえら、ブラボー、アンコール、ブラボー、アンコール、もうたくさん、もう十分だ。いい加減に試合を始めろ。まずいよ、どうしよう。ディディ、もっと時間を稼いでもらわなきゃ。試合のルールブックに書いてあったぞ。開始時間になってもドンキーが会場に現れない場合は不戦勝で挑戦者側の勝ちとなるとんな。もう出ていかなきゃあいつらの勝ちになっちゃうよ。らしいね。で、どうしたらコンフに勝てんのか教えてよ。とにかく時間を稼ぐしかないんだよ。あ、もう行って。で、のドンキー間に合ったか。くそ、わかんなよバカ。皆さん、お待たせいたしました。島で一番強くて大きな猿、ドンキーコングの入場です。おい、大丈夫か。どういう作戦なのか説明してよ。説明してる暇はないよ。とにかくできるだけ試合の時間を長引かせて、なかなか終わんないようにして。そりゃいいが、最初の試合は頭比べじゃぞ。いつまでもたもたやってやがる。とっとと試合を始めろってんだよ。うん、これより今年のドンキーに挑戦を始める。最初の試合は頭比べじゃ。イエーイ、いいぞー、頑張れカンフェ、頑張るな。時間をかけてじっくり考えろよ。問題、いつもぐるぐる回ってるが乗ってても目が回らないものは。ファンキーが操縦する飛行機。前は目が回ってたけどもう慣れたよ。やれやれ、ハズレじゃ。じゃあまあみんなハズレ。お前が答える番じゃ。いつも回ってるが乗ってても目が回らないものは。よいよー、わかった。世界は地球である。地球はいつも回ってるが乗ってても目は回らない。正解、コンフの勝ちじゃ。あー、ドンキーのやつだっせ。この試合もくなしにコンフの勝ちなんだ。もう一つ目の試合は終わったぞ。どうする。とにかく時間を稼いでよ。次は心比べをやって、あれは決着つけにくいから。それでは次の試合に移る。次は心比べじゃ。ちょっと待った、ジジイが全部の順番を決めるのは不公平じゃないか。次の試合は俺様が決めてやる。逆らったらぶつつ。次の試合は力比べだ。んドンキー、ドンキー、だって戦うんだ。ここで負けたらもう終わりなんだからな。ジジイじゃん。ドンキー、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 トワー、トワー、ワオ。ほら、起きろ起きろ。次はチョップを食らうがよい。そろそろ終わりにしてやるでよ。もう見てられないわ。わしもじゃ。よ、三、二、二色じゃ。計算通り3時半ちょうどじゃわい。ひょっとして時間稼ぎをさせたのはこのためか。その通り。これを待ってたんだ。ほら見てよ、あれ、あれなら倒せるでしょ。ひょっとしてお前暗いのか怖いのか。さっき泣いてたのもやつですよ。なに、カンフェの達人が聞いて呆れるわ。メソメソしてないで戦え、このちょんまげ野郎。でかいなりしてみっともないぞ。お前が赤ん坊か。なんかかっこ悪いの。今のドンキーやっつけろ。ほらバナナパンチ。そうじゃ、やっつけろドンキー。今なら簡単に倒せるわよ。こんなに怯えてんのに殴るなんて卑怯だよ。なんと。ねえココナッツを見て、ドンキーの顔が浮かび上がったわ。なんで、なんで。わかった、ドンキーの優しくて正直な心が認められたのよ。心比べに勝ったんだわ。ダッサー、暗いのが怖いんだと。やったねドンキー、心比べに勝ったんだよ。なんか勇気が湧いてきたぞ。それじゃあ正々堂々と。
力比べする。よくもちょんまげ野郎だの赤ん坊だらとバカにしやがってであるな。そんなにおかしいか。自分でドンキーに挑戦する勇気もないくせに。私やめるである。え、待ってくれカオンセン。ねえ謝るから待って。挑戦者がいなくなったんじゃから戦勝でドンキーの勝ちじゃ。本当？いやー、このドンキー、やっぱ未来の王はお前しかおらんわ。ありがとう、みんなのおかげだよ。クラップ、クラッシャー、さっさとついてこい。今回の作戦が失敗したのもお前たち二人のせいだかんな。たくも基地に帰ったらたっぷりお仕置きしてやる。はいはい、グルー様。グルール偉い、グルールハッサム。いつも人なさい。どうじゃドンキー、これで日頃のトレーニングがどんなに大事か分かったじゃろ。分かったよ。明日から早速来年の試合に備えてトレーニング始めるね。そう、その意気だ。でもまずバナナの大食い記録に挑戦してもいい？たくーこりんやつじゃのー。ダメ？まあよかよ。なんだか分かんないけどよかった。彼の売れ行きが悪くて困ったブラスターはクランキーを使ってテレビ CM を作れとキャンディーに命令した。ところがドンキーのドジでクランキーは深い眠りに落ちてしまって全然起きない。 CM ができなければキャンディーは工場をクビになっちゃう。男だったら何とかしろよドンキー。